まあ、非常に愛媛の勢いが特に前半にあり、それとちょっと守備のバランスもミーティングやったんですけど、そのサイドからの、その、まあ、数的優位での攻撃で何回かチャンスを作られたというのは、ありましたが、まあ、最後までそのプレスバックしてそういう場面もあるという中で、ある程度その、まあ、バランスも良くはなってきて、で何回かチャンスはあったんですけど、やはり後半もこういう試合は、まあ、内容とかともかく決定的な場面を決めないと、やはり非常に苦しい流れにはなるのかなというふうに試合は見てました。